はい、皆さんこんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はですね、3月のお気に入りベスト5をやっていきたいと思います。美味しそうに焼けました。はい、ひまちゃん隣で遊んで、今日はちょっと休日なんで主人もそこでダラーンと寝転んでるんですけど、今のうちちょっと動画を撮ろうと思って今ちょっと撮ってます。はいいろいろ聞こえてきますけど、そう、久しぶりにですね、まあ、今月のお気に入りをやろうと思ってるんですけど、じゃあ早速ですねやっていきたいと思います。ヌーディーキスナンバー1です。これは第5位に入れました。なんでかっていうと、私みたいに濃いメイクをしてる人でも使っていただけるような商品で、コントアするものなんですけど、すごく自然な感じになります。で、ちょっと固めなんですが、まあまあまあ、優しく塗ってあげれば結構綺麗につくのと、あとはなじませるのをスポンジでちょっと私微妙だったんで、ブラシの方が結構綺麗にいくかなと思います。でナチュラルな色味なので、がっつりですねシェーディングしてるって感じよりも自然な立体感を出せるので、すごくいいなと思って今回選ばせていただきました。ぜひですね、このコントを使った動画、画面越しから見た右上にですね、愛と書いたマークがあるので、そこを押してもらえれば、このレブロンの詳しい紹介してるので、ぜひそちらを見て参考にしてみてください。次は第4位です。メイベリン EV ラスティングジェルライナー。このアイライナーですね、以前ツヤ肌メイクの時に使わせてもらったんですけど、これ結構前から商品出てるやつなんですけど、まあ、初めて使ったんですよね。気になって買ったのにちょっと使ってなかったんで、ようやく使ったんですけど、めっちゃこれ最強です。夏はマジで最強だと思います。リキッドタイプ のハイパーシャープライナーもめっちゃいいんですけど、だからああいう液体状のものって結構すぐ落ちたりするんですけど、ジェルって一番落ちにくくて、これ私一回こう手につけてね、一番使うとこなんですけど、手につけて、まあ、油とかオイルを触らずに、まあ、洗剤とかいっぱい使ったんですよね。で次の日まで置いてたんですけど、全然落ちてなかったです。それぐらい最強なアイライナーになってるので、例えばすごく目がですねオイリーですぐ目の周り真っ黒になっちゃうとか、どんなアイライナー使っても黒くなっちゃうっていう方はぜひこれ使ってみてください。次は第3位です。エクストラデメンションスキンフィニッシュダブルクリームフェイスパウダーです。はい、こちらですねハイライトです。でマックのハイライトを2種類買ったんですけど、まあ3位はこれを入れました。これはですね、肌を明るくして、なおかつツヤを見せるものになってます。立体感出すのと、あとはツヤ感を両方出したいという方は、こっちをおすすめします。結構ね、パールが強いので、塗った時にすごい綺麗なツヤが出るんですよ。で、自然なので、めっちゃこう粉っていうよりかは、もうなんかこう内側から出てるようなツヤ感っていうのがすごくあります。塗りすぎるとちょっとあれなんですけど、程よく塗ると結構綺麗に。ツヤが出ます。まあどっちかっていうと色白の方よりかは、私みたいにちょっと軽く肌が若干黒い人の方がいいと思う。前まで私黒くなかったんですけどね、肌ね。急に肌が黒くなっちゃった。散歩のしすぎかな。次はですね第2位のご紹介です。ミネラライズスキンフィニッシュソフト&ジェントルのフェイスパウダーです。これも同じくハイライトなんですけど、これはほんまに自然なツヤ感が出ます。なのでナチュラルメイク、それから、色白の方、それから濃いメイクの方でも全然こう、もういろんな風に使ってもらえるので、なんていうかな、ちょっとゴールドが入ってるからゴージャス感も出るんですけど、さっきみたいな感じでもうめっちゃこう光ってるっていうよりもナチュラルなツヤ感です。なのでさっきよりかは若干パールは少ない気はするんですけど、私はこっちの方がすごく好きで使ってます。結構がっつりこうガーバーって塗ってもほんまに先と一緒なんですけど、粉っぽくならへんのと肌にフィットするので全然違和感ないです。なのでこれ勧めたくて、結構妹にも勧めて、妹お気に入りで使う、もうそこ買ってましたね。いろんなハイライト使ってきた中で一番良かったのでおすすめです。ほんまこれ買って良かったと思いました。ストロボクリームピンクライト保湿クリームです。これはですね保湿クリームとしても使えるんですけど、これは下地として使う方が一番最適です。ね、
何の効果があるかというと、今私今日このファン、この下地使ってるんですけど、全然ツヤ感が違います。今まで私はマットが好きでマットをずっと使ってたんですけど、最近肌ちょっとツヤある方が好きやなと思って、マットのファンデを塗る前にこれを塗るようにしました。前まではライトフル C を使ってたんですけど、これに変えてからこっちの方がダントツで化粧のりが違いましたね。なので今めちゃめちゃこれ気に入っています。すごい香りも良くてしっとりしてるので、かなり保湿はされます。これだけ肌の色も明るくなってすごいツヤ感が出ました。左手と右手を比べてみます。画面越しから見て右手の方ですねが塗った方なんですけど、やっぱ全然違います。そう、すごく良くて、で、人の肌質によってこう色味が変わるんですけど、私はもともと肌が黄色っぽくて、でちょっとくすんでます。なのでピンクを使うようにしました。で、例えば黄色みがなくてちょっと顔が青ざめてる方とかいる、中にはいるかと思うんですけど、そういう方は、ゴールドを使うことによって、こう肌の血色を良くします。なので、黄色がねちょっと入ってるので黄色っぽい肌質になるみたいです。なので顔がちょっと青くて顔色悪いなっていう方はちょっとゴールドをおすすめします。それからよりですねツヤがもっと欲しいっていう方はシルバーがおすすめかなと思います。シルバーは結構ほんまこのピンクと違ってもうカーッとフワーッとこう輝くような肌質になるのでいいかなとは思うんですけど、私的に無難なのはピンクです。ピンクは塗りすぎても塗りすぎなくても程よくなるのですごいいいですけど、シルバーは塗りすぎるとテカテカしすぎちゃうのでちょっと加減が難しいかなと思うので、例えばメイク初心者の方とか初めてでバボス使うっていう方はこのピンクを選ぶのが一番なんていうかな、無難かなと思います。なので私はすごくこれおすすめしてるので結構完売になってるんですけど、塗り心地も良くてすぐ伸びるのですごくやりやすいです。なのでぜひ皆さんも参考にしていただければと思います。マックはほんまにいいので一度試してもらいたいです。最近結構ツヤ肌とかツヤメイクにハマってるので、ツヤ肌ハーフメイクでもやろうかなとかって思ってます。今まで結構マットアイシャドウのマットやったんですけど、ちょっとラメを足してですねよりゴージャスな感じにリップもツヤ感を出してやっていきたいと思います。ということで今回はベストコスメナンバー5のご紹介でした。この動画が面白かったな、良かったなと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。あ、待ってすんの。うん、エンジョーズ。やばい、おやすみ、バイバイ。